イエス・キリストの踏み絵聖母、マリアの踏み絵。不思議のメダイの複製をはめ込んだ、モノ踏み絵とは、江戸幕府が当時禁止していたキリスト教の神道を発見するために使用した絵である。本来、発見の手法自体は、エブミと呼ばれるが、手法そのものを踏み絵と呼ぶ場合も多い。踏み絵には当初は、文字通り神に、イエス・キリストや聖母マリアが描かれたものを利用したが、 損傷が激しいため版画の原理を応用し、木や金属の板に彫られたものを利用するようになった。絵踏が廃止されると、そのまま廃棄されたり、再利用されたりしたため、現存するものは少なく、表面が真滅した形で現存しているものも多い。また蒸気から転じた、比喩表現として、ある事柄の該当者や、反対者をいぶり出すために用いる道具やその手法を、踏み絵と呼ぶ。 江戸幕府は1612年徳川家康によるキリシタン禁令1619年徳川秀忠によるキリシタン禁令の考察設置などの度重なるキリスト教の禁止を経て1629年にエブミを導入以来年に数度キリシタン狩りのために前述したキリストや聖母が掘られた板などを踏ませそれを拒んだ場合はキリスト教徒として逮捕 処罰した。文江の発案は、オランダ人説、沢の正しい説など様々であるが、定説はなく、詳細不明である。初期の段階では、キリシタン狩りに効果があったが、次第に、内面で、キリスト教を信仰さえすればよいという考えが広まり、役人の前では堂々と絵踏みをするが、密かに、主イエスキリストに祈って、許しを請う信者、隠れキリシタンが現れ始める。 そのため、後期には必ずしもキリシタン狩りの効果は上がらなかった。この踏み絵は世界の記録にも残り、ベトナム現庁の長東葛らが1828年に表した日本危機弥録という小録の中に、長崎の役所でベトナム人が四角の銅器の上に人形を養国したものを踏ませられたことが記されており、その理由を知らず、不思議にがると長官が昔、 西洋人が宗教のため乱を起こしたので橋や道路に西洋教主の形状を濃くしたものを置き同国人に踏ませ西洋人が来ないようにしたのだと説明したとされるフィクションではガリバー旅行記に踏み絵に関する記述があるがこれはガリバーが日本に上陸した1709年のこととされている1856年4月13日長崎 下田などの開口地で、えブみが廃止される。ただし、キリスト教に対する宗教弾圧自体は明治、維新後もしばらく続き、明治政府は1868年に出した禁令の考察の中で、キリスト教の禁止を示している。しかし、1873年に考察を撤去したことで、日本におけるキリスト教弾圧は終わりを迎えた。寛永五年から、 幕末期の安政4年まで、長崎奉行所では、毎年正月に、踏み絵を行うことが、正月行事の一つであった。このことから、えぶみは、春の季語とされている。えぶみして生き残りたる女かな、虚子。ありがとうございます。